どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は土星の衛星エンケラドスに生命がいそうな理由を、土星の衛星カッシーニが撮影した実写映像を交えながら紹介していきたいと思います。太陽系の中には地球以外の天体で生命が存在する可能性がある天体が4つ挙げられています。まずは惑星であるこちらの火星ですね。そして、木星の衛星であるこちらのエウロパという天体と、土星の衛星である、タイタンという天体と、そして今回の主役であるこちらの同じく土星の衛星であるエンケラドスという天体です。どの天体も、地球よりも太陽との距離が遠くに位置しているために、地表はどれも極寒の世界となっています。特にこのエンケラドスなんかは表面の温度がマイナス200度ということで、非常に寒いものとなっているんですね。ですがタイタンは液体のメタンが生命にとって水のような役割を果たしているというふうに考えられていて、それ以外の天体についても地下にその液体の水が存在するのではないかというふうに考えられています。そしてその中でもこのエンケラドスは生命が存在する条件が揃っているということから非常に注目度が高い天体となっています。ではこのエンケラドスに生命がいそうであるというふうに注目されているのは一体どんな特徴を持っているからなのでしょうか。こちらは実写のエンケラドスの全体像なんですけど、このように全面氷で覆われていて、太陽系の天体の中で最も太陽光を反射しやすい天体であるということで知られています。このように真っ白な見た目をしてますね。このように固体の氷だけだと生命が存在するには厳しそうなんですけど、エンケラドスには他の天体には見られない間欠泉といった構造がはっきりと映し出されています。間欠泉によってエンケラドスの内部から噴出した水の粒子というのは宇宙空間まで飛び立っていくんですね。土星のリングというのは D 環、C 環、B 環などいくつもの輪が連なって成り立っている、結構複雑な構造をしているんですけど、その中で最も外側にあるこの一番巨大で希薄な E 環というリングがあって、その E 環についてはこのエンケラドスですね。エンケラドスの南極付近にある間欠泉から噴出した物質でE 環が構成されているということがもう観測によって決定されています。そして土星の探査機カッシーニによる E 環の観測データを解析することによって小さな水の氷の粒子だけでなく生命の源であるアミノ酸の元となる有機物までこの E 環の中で発見されています。つまりエンケラドスの内部にはアミノ酸が含まれた液体の水の海が存在している可能性が高いというわけなんですね。はい、そして観測の結果、エンケラドスの内部構造はこのようになっていると推定されています。表面の分厚い氷の下に、深い液体の水の海が存在していると考えられていて、で、その海底には熱水を噴出する噴出口があるというふうに考えられています。で、この海水に溶け込んでいた有機物が、これが地表の氷の粒と合体していって、で、それが間欠泉となって宇宙空間に勢いよく噴出されて、そして、土星の E 環を形成しているというわけです。そのように考えると、観測結果はうまく説明できるというわけですね。液体の海が存在しているだけでなくアミノ酸の存在の可能性も高まったこのエンケラドスの内部には、かつて地球に初めていたような基本的な微生物が存在している可能性が十分にあります。なので、このエンケラドスは今や太陽系の天体の中で最も地球外生命が存在していそうな天体ということができるかもしれません。非常に今回はホットな天体であるエンケラドスを紹介させていただきました。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の最新のニュースや雑学といった動画を毎日投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。